伊達の農園ではお盆の花として人気が高いトルコギキョウの出荷が最盛期を迎えています。薄紫や白、そして黄緑色など、ハウスの中では色とりどりのトルコギキョウが花を咲かせています。伊達の武田農園ではお盆を前にトルコギキョウの出荷が最盛期を迎えていて、家族総出で収穫作業に追われています。今年は天候に恵まれ、花の出来は良いということです。根っこの張りも良くて、上の方にもしっかり伸びて、花輪数もたくさんついてますんで、お盆需要も結構あるので、紫色や、白を中心に作っています。トルコギキョウは道内各地に出荷されるほか、伊達の道の駅でも販売されています。